こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回は、親友の交際相手を差し丸人未遂容疑で逮捕されたキャバクラ嬢について解説するぜ。嫉妬からなんだろうけど、差しちゃうなんて。そうなんだ、しかもこの事件はネットで音声が生配信されていたんだ。生配信、じゃあ、多くの人がその音声を聞いていたんだ。聞いてた人たちトラウマにならないといいけど。この動画を見ると、新宿歌舞伎町のキャバクラ店で働いていた甘いイチゴの老いたちから、事件のその後、事件が起こった本当の理由まで詳しくわかるから、絶対に見てほしいんだぜ。それではゆっくりしていってね。甘いイチゴは、新宿歌舞伎町のキャバクラ店、アマテラスのキャストだったんだ。キャバクラで働いていたんだね。働いていたキャバクラ店、アマテラスでのプロフィールによると、甘いイチゴの身長は160センチメートル、血液型は AB 型。生年月日は1999年10月13日ということなんだが、年齢をサバ読みしていたため、正確な生年は1986年か1987年だと思われるんだ。年齢を若くすることはよくあるんだろうけど、13歳はやりすぎだよね。甘いイチゴは、2021年6月25日に自宅マンション内で、親友の人気キャバクラ嬢で経営者の、カナメリカさんの交際相手の、朝日さんという男を、包丁で刺すなどした丸人未遂の容疑で、現行犯逮捕されているんだ。三角関係のもつれってやつ？この事件が注目されたのが、甘いイチゴが朝日さんを、包丁で刺した時の音声が、ツイキャスで生配信されていたんだ。音声が生配信って、すごいスキャンダルだよ。この生配信中に、甘いイチゴは親友であるカナメリカさんを裏切って、朝日さんが浮気をしたことなどに激高し言い合いになった。ヒートアップしていって止まらなくなっちゃったんだね。この言い合いの中で、カナメリカさんがパニックになって、6階のベランダから飛び降りようとするんだ。それを朝日さんが、止めに入ったんだ。そこへ台所から包丁を持ち出してきた甘いイチゴが、突如、朝日さんの背中を刺したんだぜ。ちょっと待ってね、甘いイチゴが浮気されたわけじゃないのね。友達が浮気されたから、激起こしたってことなのね。ベランダに立てこもった朝日さんに襲いかかろうとして、甘いイチゴがベランダに通じる窓ガラスを壊すために暴れて大騒ぎになったんだぜ。怖いよ、しかも配信されてたんでしょ。その後、警察が駆けつけるんだが、甘いイチゴは、さらに暴れて現行犯逮捕されるぜ。カナメリカさんは泣き叫んでいて、その衝撃的な展開がすべて音声で生配信されていたんだ。この衝撃的な生配信時の音声アーカイブは、今もネット上で聞くことができて話題を集めているぜ。衝撃的すぎるよこんなの。人を刺しちゃうところが音声配信されるなんて、信じられないよ。カナメリカさんと朝日さんが交際するきっかけになったのは、共通の友人であった甘いイチゴだったようだな。丸人未遂事件後の週刊誌で報じられていたぜ。責任を感じたんだろうけど、これは明らかにやりすぎだよね。そのためか、この事件があった日、自分のマンションを二人が話し合いをするための場として提供していたんだ。まあ、ここまでは、甘いイチゴ良い人だよね。この責任感からか、話し合いの場で煮え切らない態度を取る朝日さんに、甘いイチゴが激怒し包丁で刺してしまったということなんだろうな。どんなにクズな人だったとしても、何も刺すことないでしょ。甘いイチゴは以前から精神的に不安定なところがあったようだからな。親友のカナメリカさんが傷つけられたことに激怒するあまり、自分自身のコントロールが効かなくなってしまったのだろう。精神的に不安定なら、その場にいなければよかったんじゃないのかな。甘いイチゴは、働いていたキャバクラ店では、年齢を21歳としていたんだが、今回の丸人未遂事件でメディアが報じた実年齢が、34歳だったんだ。13歳はちょっとやりすぎだよね。でもそれくらい若作りだったんでしょ。この丸人未遂事件では、甘いイチゴが年齢を13歳もサバ読みしていたことも話題にされているんだ。まあ、話題にはなるよね。13歳だもんね。赤ちゃんか中学生かってことだもん。甘いイチゴは本名も公開していなかったが、今回の丸人未遂事件の報道によって、本名が、荒井夏子であることも判明したんだ。荒井夏子はキャバクラでは通用しにくい名前だけど、甘いイチゴもどうかと思うけどね。中二病っぽいよね。後になれば、黒歴史と思うかもしれないがな。甘いイチゴこと荒井夏子の出身地は不明なんだが、過去に Twitter で実家の冷蔵庫の画像をツイートしていたんだ。アイスをいっぱい食べてるのって、石川とか富山でしょ。県丸ん小でやってたよ。そうか。このツイートには、石川県や富山県など北陸のアイス消費量が全国1位、2位であることを示す記事の画像も添付されていたんだ。このことから甘いイチゴの出身は石川県や富山県などの北陸ではないかと推測されているぜ。やっぱりね。
冷凍庫にアイスは常備されてるってやってたもん。甘いイチゴは、Twitter やインスタグラムなどに自撮り画像を多数投稿しているんだが、素顔がどのような顔なのかを想像するのも困難なほど加工処理されているんだ。そのために、キャバクラでの勤務時に指名された客から、実物が違いすぎて詐欺だのと言われることもあったようだぜ。そうだよね、加工アプリたくさんあるから、加工しすぎちゃうと、誰かわかんなくなっちゃうよね。しかも年齢サバ読みもあるからね。甘いイチゴ本人も今回の逮捕以前には Twitter で、加工していることや実物の自分についてのこんなツイートをしていたんだ。加工技術のレベルが上がりすぎて、指名される人から詐欺だの言われるが、はっきし言って、私元から加工してる実物ブスだよって言ってるけど、嘘ついてないしそこはふん。まあ、やりすぎていたことは事実だよね。このツイートの後、甘いイチゴは実際に整形をしているんだ。甘いイチゴのツイートによると、歯並びや骨削り、二重切開、目尻切開などの整形手術を受けていたようだな。目関係の整形についてはやらなくてもよかったとも言っていたぜ。随分たくさん整形したね。結構な金額がかかったんじゃないかな。今回のマルジン未遂事件での逮捕で、甘いイチゴの整形や過剰な加工が話題になってしまっているが、水商売系で働いている人は顔を整形したり、画像を加工したり、年齢をサバ読みしたりするのは、営業として常識的に行われているらしいからな。甘いイチゴだけが特別に加工したり、整形したり、年齢をサバ読みしたりしているというわけではないらしいぞ。水商売は、顔が命だし、指名とかなんて、ほぼ外見で決まるんでしょ。外見は武器だもんね。良い武器を揃えないと勝てないからね。甘いイチゴは、実物を想像することが難しいほど加工された。SNS での画像投稿や整形顔でも話題なんだが、今回の逮捕のニュース報道で、マスクをしている状態とはいえ、甘いイチゴの貴重な加工なしの顔映像が流されていて、それも話題になっていたな。報道だと加工はできないもんね。しかも化粧はほとんどしてないだろうから、すっぴんだったろうし。こうした映像での加工なしの目元を見る限り、加工なしの実物もかなり美人な女性という印象を受けるな。実年齢の34歳よりもかなり若く見えていたぜ。でも、相当整形しているから、目元や輪郭なんかは、昔とはもっと違った顔立ちだったんじゃないかな。キャバクラ嬢などの水商売系の女性というと、ホストクラブにはまってしまって、ホストに貢ぐために水商売をしている人が多いというイメージがあると思うんだが、甘いイチゴは、特定のホストにはまっていたということはないようだな。割と男関係は、しっかりしてたんだね。甘いイチゴは、過去にツイッターで、ホストの方へと題した文章をツイートしていたんだ。その内容は、ホストからの営業は迷惑なのでやめてほしい。お店に来てくれるというのでホストと LINE を交換したが、その約束を守ってくれない人がいる。来てくれる人とだけ LINE 交換をするといった内容だったぜ。甘いイチゴって、案外しっかりしていたんじゃないの？甘いイチゴが、朝日さんを包丁で刺した際に生配信していたのは、ツイキャスだったんだ。誰でも簡単にライブ配信できるやつだよね。その時の音声は、現在も YouTube など、インターネット上で今も聞くことができるんだ。刺した時の音声とかも、あるんでしょ？衝撃的な音声だから、聞く時には注意しないとね。甘いイチゴの現在については、今回のマルジン未遂事件での逮捕後の続報が出ておらず、詳しい状況は不明なんだ。本人が朝日さんに対する丸いがあったことを認めているからな。このままマルジン未遂の容疑で起訴される可能性も十分に考えられるな。マル好きがあって、部屋に呼んだんだね。でも朝日って人はどんなひどいことをしたんだろう。そうだな、ツイッターでは、そろそろ殺そかななどと犯行をほのめかす投稿もあったし、警察での調べに対して、男性を丸すつもりでした。友達が自丸を考えるほど悩んでいた。男が許せなかった。と供述しているからな。警視庁は詳しい状況を調べているぜ。そこまで、女の人を追い詰めた朝日が悪い気がしてきたよ。マスコミの報道では、浮気相談受けていた友人の交際相手を包丁で刺す、なんて見出しで記事なってたしな。やっぱり、浮気をしていた朝日って人が今回の事件の原因なんだね。被害者となった朝日さんが、自分が悪いと言っていて、おそらく現在も甘いイチゴに責任を追及する気持ちがないことや、事件時の状況などが考慮されると、マルジン未遂ではなく、傷害容疑で起訴されることなども考えられそうだけどな。そうすると、起訴猶予も考えられそうだね。仮にマルジン未遂で起訴されたとしても、甘いイチゴは前科もないようだからな。今回の事件が起こるまでの経緯や、過去の判例などから見ると、有罪判決を受けたとしても執行猶予付きの判決が下される可能性の方が高いように思われるな。最初から丸いがあって刺しちゃったのは悪いけど、
原因は向こうにあるからね、情状酌量してあげてほしいかな。現在の甘いイチゴの様子が気になっている方も多いと思うからな。執行猶予判決が下されて釈放された場合には、甘いイチゴ本人から Twitter などの SNS で報告してほしいもんだな。そして、またキャバクラで働いて前みたいに、Twitter やインスタに写真を上げてほしいね。あくまで、インターネット上の噂なんだが、金メリカさんと朝日さんが復縁したとの情報が出ているようなんだ。ちょっと待って、それだと朝日を指した甘いイチゴの立場がなくなるような気がするんですけど。ツイッターにも、金メリカと朝日復縁するらしくてさすがにヤバすぎて笑ってるとか、最初から最後まで歌舞伎町たっぷりやんみたいな皮肉なツイートがされているぜ。そうだよね、マルヌとかマルスとかの人情沙汰になるまで揉めて、それでも元の鞘に収まるなんて、本当に歌舞伎町っぽいよ。金メリカさんと朝日さんの恋愛のもつれからあれほどの騒動が起こり、結果として甘いイチゴが、マル人未遂の現行犯で逮捕されてしまったのに、あっさりと復縁するというのはどうなのかという疑問の声も少なからず上がっているようだな。いや、上がるでしょ。どういうことなの？みんな思うよ。朝日さんの浮気も金メリカさんの勘違いだった可能性もあるんだ。浮気相手とされるバブドールさんは浮気を全否定しているしな。金メリカさんの暴走で、甘いイチゴが心配した挙句、朝日さんを刺しちゃったってこと？そうかもな。ただ金メリカさんと朝日さんの付き合いは、幸せなものではなかったらしいけどな、DV とかあったらしいぞ。そういう経緯があって、友達の甘いイチゴの堪忍袋の尾が切れちゃったのね。一つ言えるのは、金メリカさんはダメンズが好きなんだってことだな。となると、朝日さんとの復縁の可能性もあるってことね。当事者の一人である金メリカさんはこの事件後に Twitter アカウントを非公開にしていて、Instagram などの他の SNS の更新もストップしている状態なんだ。それじゃ、今の様子はわからないね。今回は、2021年6月25日に、親友の金メリカさんの交際相手だった、朝日さんの背中を包丁で刺すなどしてマル人未遂容疑で現行犯逮捕された、キャバクラ嬢の甘いイチゴについてまとめてみたぜ。なんか、かわいそうな事件だったよね。ちょっと切ない。甘いイチゴは、今回の逮捕時の報道で、21歳としていた年齢が実際には34歳だったことが判明し、13歳もサバを読んでいたことが発覚して話題になったんだな。なかなか、13歳もサバ読めないよ。若作りだったってことね。また、同じく逮捕時の報道によって、これまで非公開だった本名が、新井夏子であることも判明したな。確かに新井夏子じゃ、キャバ嬢の源氏名ではどうかなって感じだけど、甘いイチゴも相当だよね。甘いイチゴの出身地は現在も不明だが、過去のツイート内容などから北陸地方の出身だと思われているぜ。釈放されたら地元に戻るかな。日本海の荒波で心洗われてきてほしいよ。甘いイチゴの Twitter や Instagram には、自撮り画像が多数投稿されていて、どれもが想像できないほど加工されていて、整形なども話題になっていたな。報道時で、甘いイチゴの加工してない、すっぴんの映像も流れていたね。今回の事件で一番の衝撃は、事件の様子がツイキャスで生配信されていて、甘いイチゴがマル人未遂容疑で逮捕された際の様子なんかも、配信されたことだな。その時の音声が現在もネット上で視聴できて話題になってるんだから、デジタルタブーって怖いよね。現在、甘いイチゴは警察に拘留されているが、今後はマル人未遂か傷害容疑で起訴されて、裁判で何らかの有罪判決を受けるだろうな。ただし、甘いイチゴは、過去に前科などもないようだから、執行猶予の判決が下されるのではないかと予想されているぜ。友達思いが過ぎた結果、人を刺すということになってしまったけど、傷害だけで起訴されてほしい。きちんと罪を償って、人生をやり直してほしい。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。